マット・ゲッツは今週公演からケビン・マッカーシーを追い払おうとすると言います。ハウス・ゴップメンバーはケビン・マッカーシーを追い出そうとするマッカーシーと対決する中、倫理事件をめぐるマット・ゲッツを追放しようとしています。マーベルはゲームがフロップしていることを痛みを伴うことをしています。とインサイダーは言います。ジェイク・アブラハム、ロック、ストック、二つの喫煙たる俳優が 56歳で死ぬ100名高い野生生物の人身売買業者テオブンチンは裁縫の人身売買のために18ヶ月の刑を宣告されました洪水の後西ケープビーチで珍しいタツの落とし子が洗い流されますパナマ運河は水路を移動する船の最大数を1日31に減らします南スーダンのリーダーは ロシアのプーチン大統領との貿易における緊密な関係について議論しています。NATO はコソボに600人の英国軍を配備しています。ロシアはウクライナで軍隊を訓練する英国兵を標的にすることができるとメドベージェフは言う。英国首相のスナックは英国軍をウクライナに送る計画はありません。トルコはアンカラでの自殺攻撃の後イラク北部で 空爆を行います。イスラエルはシリア空爆の疑いでイランの武器の出荷を破壊します。ワシントンでバストされた高レベルのイランのスパイリング26の11ムンバイ攻撃の首謀者ハフィズ・サイードのホサカンムフティカイザーファー,オークカラチで撮影。私たちシリアのクルド人の戦闘機は彼らはイスラム国家の主要なメンバーを捉えたと言います。ポーランドの反対派が厳しい選挙に先立って ワルシャワの大規模な集会を開催しているため、100万人のポーランド人、ピス政府に対する抗議。日本一労働者は、日本で注目を集めた時、仕事で眠るために、机の枕を提供しました。米国は、中国の偽情報を警告しています。中国は、それが偽情報だと言います。FBI は、ファントムハッカーの詐欺に警告し、金融口座を、 からにしています。マイケル・ルイスは、サム・バンクマンが、トランプに50億ドルを支払うことを、検討したと考えています。サム・バンクマン・フライドは、彼が、無実だと思うと、著者のマイケル・ルイスは、F ・ T ・ X の創設者に関する本の前に言います。F ・ T ・ X、CEO の資産回復努力は、サム・バンクマン・プリード・トライアルの前に加速します。4億1500万ドルの F、 tx, ハッカー交換から悪用されたエースの動き。チェインリングックは、サージー・ナザ・ロブがスイフトプロジェクトが非常にうまく進んでいると言っているため、670億ドルの銀行アンズ銀行とのパートナーシップを保護します。コインベースはシンガポールで完全なライセンスを付与しました。フィリピンは2024年の H1 による暗号フレームワークを公開するために、米国の 暗号弾圧を反映する予定はありません。と、証券規制当局は言います。スペインでは、レジャーエリアで、3つのナイトクラブで、火災が発生した後、ムルシアの悲劇、ナイトクラブの日は、少なくとも13を殺します。救助者が検索すると、14が行方不明になりました。ハーバード大学は、学校の最初の黒人大統領としてクロディーンゲイオを開始します。メキシコ、科学技術、 人類の全国評議会では、コナシットは、海外での大学院研究のための奨学金の95%を排除しています。イシガン州で撃たれ殺された性的捕食者を、暴露することで知られるオンラインパーソナリティブーパックシャクール。コネチカット州は、サンディフック射撃以来、最も抜本的な銃規制法を制定しています。カナダ人は、一度に座って、135のカロライナリーパーペッパーを食べます。 2022年に手術を待って、スキャンを待って、オンタリア人が死亡した推定間補修は医学的緊急事態、裁判所の規則で中絶禁止を強制することができます。裁判官は、捜査官が言う女性がワイオミング中絶クリニックを燃やして5年の刑務所で燃やしたというオムハンクスは、アイバージョンの私についてファンに、私はそれとは何の関係もないと、 宣伝しています。ロビン・ウィリアムズの娘ゼルダは愛の使用を批判して声を再現しています。科学者はサイケデリックの慢性微小脱下とバルブラー心臓病との間の潜在的なリンクについて懸念を提起します。死亡リスクの増加に関連する財務計画の欠如。睡眠の規則性は睡眠期間よりも死亡リスクのより強い予測因子です。イタリアは 210億ユーロの資産を計画し、GDP の1%が売り切れ、借金を抑えるために売り切れます。ロシアは、元の国境を越えた集落を後押しします。3.2兆ドルの米国、ラテン系 GDP は、英国、インドより、先にランクされます。サム・アルトマンは、彼は、普通の人を、AI に置き換えるつもりであると言います。スポッティファイは AI が作った音楽を禁止しません。 とボスは言います上院議員がドレスコードを落とした後バスローブでのランドポール上院議員の AI イメージがオンラインで流通していますカナダは AI 規制を実施する最初の国になりたいと望んでいるとイノベーション大臣は言うアプリやサービスから100を超える新しいポッドキャストアップルポッドキャストで発売アップルには発売する必要があるもの独自の Google の交換があります BMW ワイヤレス充電 iPhone15 の Apple Pay チップを壊す可能性があります。国民生活賃金は1時間11ポンドまで上昇し、ジェレミーは確認するために借ります。カナダではサスカチュアンの最低賃金は1時間あたり14ドルに上昇しますが、カナダで最も低くなり続けています。ポルトガルでは最低賃金を900ユーロに引き上げることを提案します。